皆さん、こんばんは。今日は2023年4月5日水曜日です。今日のテーマは台湾の最大トールですね。アメリカを立ち寄りに対して抗議しようと中国政府は言いました。そして日当を出しますので、抗議に来ましたら1日400ドル出します。結構の金額ですね。そして習近平は 実に勉強しています。あるいは彼は反省しているでしょうかあるいはですね、中国人にしてもこれは勉強になったでしょうとも言えると思いますが、そして私は思いますが、台湾は安全になったんですよ。蔡大統領はロサンゼルスに到着しました。アメリカの下院議長マッカーシーさんと会談する予定ですね。米中の関係はどうでしょうかと。 やはり注目されました。中国はさらに危険な行動をするでしょうか中国の外務報道官は言いましたが、マッカーシー会員機長の出席に反対する。我々は対抗措置を取りますよと。記者さんは聞きました。どんな方法で対抗するでしょうか軍事演習するでしょうか答えは、我々にはいろんな方法で対抗する。 主権と領土を守る。米国と台湾当局、政府同士の交流は禁止です。せすることもダメですよと言いました。中国政府の認識としてはですね、アメリカと台湾は政府同士の交流したら自分が負けてしまうんですよ。そして、自分はですね、政党の政府であり、台湾は違法の政府ですね。自分は中華人民、 共和国の代表ですよとずっと宣伝してきました。まだ台湾の政府は知っているんですが、もしアメリカを訪問して、要人と会談したら、中国はきっと猛反発します。しかしそれでもやるんですよね、最大統領は。つまり、中国からすると、これは故意的に挑発しているという意味です。中国政府の考えとしては、中国は偉いですね。 台湾は自分より下です。今回の訪問について、専門家の意見はありました。ロサンゼルスで会談すれば、マッカーシー議長さんは台湾への訪問はないでしょうと、もう会談しますので。でも中国側はある程度反応しないといけません。無視すると、中国の国内にいるですね、愛国者たちがショックですね。まだ、 マッカーシー議長さんは共和党であり、バイデン政権はですね、支持しているとは言えない状況です。まだ、蔡大統領はロサンゼルスに到着しましたので、ワシントンではないんです。つまり、アメリカ側はかなり譲りました。この状態で、中国は去年のように、あの、当時ですね、ペロシ議長さんは8月ですね、去年でしたが、のように、 反発するのはですね、やはり必要ないでしょうという意見はあるんですよ。まだ、今の現状ですが、台湾の大統領選挙もありますので、国民党の馬英九さんは中国で訪問していますので、中国政府は笑顔で接していますし、国民党に支持していますし、政権を取ってほしいですね。今、もし反発したら、再大統領、民進党には有利ですね。 これは台湾側の情報ですが、アメリカにある中国の領事館はですね、準備していますよと。ロサンゼルスにある中国の領事館、総領事館ですね、一人につき一日日と400ドル出しますので、後期に来てくださいという案内があったんですよ。中国人も参加していいんですが、台湾人は優先ですね。基本は誰でもいいんですね。 現地の組織にも参加してもらうように活動しています。霊館、図書館、記念図書館まで集まってきてもらって、講義してもらうんですね。領事館側は、旗とスローガンなどなどを用意しました。先週ですね、最大統領はニューヨークを立ち寄った時ですね、日当は200ドル出しました。今回は400ドルですね、倍ですね。原因はですね、前回の 後期活動はですね、参加する人は少なかったんですね。あまり効果はなかったんですよ。蔡大統領はニューヨークから離れて、北京政府はすぐに命令を出しました。絶対に、とにかくですね、大ごとに、大ごとにしましょうと言ったんですよ。できればですね、レーガン記念図書館に侵入してですね、え談の邪魔をしてもらいたいですと。 このコードの担当ですね、ロサンゼルスにある中国総領事館、副領事が担当となっていますので、最近ですね、現地の中華の暴力団と付き合っていますので、中華料理屋さんで会談したりもしています。少なくてもですね、1000人が来てほしいんですよ。1000人欲しいですね。現地の4月5日の朝8時、ホテルの前で集合してもらって、 抗議の準備しましょうと一生リハーサルもするんですよ。これでわかるのはですね、中国政府は西洋側、あるいは先進国のウープの体制を利用しましたね。やはり先進国では抗議はですね、違法ではないんです。にしてもいいんですね。西洋側はですね、中国での抗議は基本はないんですよ。そもそも中国では抗議活動は禁止ですね。 アメリカ政府はですね、知っていても、やはり抗議は自由ですので、当日にならないと、変な行動がない限りですね、何が規制することはできないんですよ。しかし、中国では違いますので、中国では大人数ですね、集まるだけでも警察官がいっぱい来ますので、あちこちに監視カメラいっぱいありますので、男の人はですね、5人、6人、7人設定できるんですよ。 集まったらですね、アラームなのですよ。危ないですよと。危険ですよと。なので、現地にはですね、警察官駆けつけます。なので、私はもうにはですね、やはりアメリカは中国と同じ対応でやらないといけません。アメリカは中国での抗議ですね、できませんので、なので、中国はですね、アメリカでの抗議もやめてほしいという意味ではありますが、それを禁止にしてもいいではないかというふうに思いますね。 そして、福建省側の海軍ですね、発表しました。4月5日、台湾海峡の北部、海警船連合パトロールしますよと、しかしですね、ルートは公開されていません。つまりですね、今回は、まあ大体ですね、静かに終わるでしょうと私も思いますね。もう会談しますので、今のうちにですね、抗議とかしないと、あるいは中国の、まあ、台湾海峡ですね、で何がしなければ、 もう、さえたとればはですね、帰ってくるんですよ。もう帰るんですよ。なので、今のうちにやらないとないでしょうかと思います。今はないですね。例えば、前回ですね、去年のように台湾を包囲する日本の e と水域に向けてミサイルの発射はしましたし、今回はないでしょうと思います。台湾側の国防省ですね、発表しました。現在、台湾海峡においては軍艦三隻ですね。 台湾の周辺で動いてはいます。でもこの数はですね、いつもとは変わりません。原因はですね、アメリカは今回すごい強いんですよ。ある意味準備してるというふうに言えますが、そしてこれからですね、ウクライナ側はそう反撃しますので、中国に対してやはりおとなしくしてほしいですね。なので、台湾海峡においては、できれば静かにしてほしいですね。 でも、アメリカ側は準備はしています。台湾の周辺で4つの艦隊を準備しました。1つはミニッツー空母ですね。現在、日本海に待機している状態です。そして、レーガンという空母は横須賀の基地に待機しています。出てはいませんが、でも出るとしたらですね、早いんです。そして、アメリカの 京州揚陸艦ですね、長崎に待機しています。そして、マッキンアイランドっていう京州揚陸艦はですね、韓国のプサンで待機しています。なので、アメリカもですね、ものすごい警戒していますので、やるならですね、許せませんよという姿勢を出しています。これを見てですね、私は非常にいいと思いますね。やはりここまでやるべきですよねと思います。例えば、 ウクラナ侵攻の時ですねロシア側は侵攻するととか言いましたしアメリカ側はここまでやらなかったんですよねしかし我々はですね昨日、あのー、我々はですね政府の要人中国政府の中身ですね中にいる人ですね話をしましたので今の習近平の行動について話をしました内容をまとめて皆さんに え、報告したと思います。内容はですね、価値あると思います。習近平はですね、ロシアを訪問する目的は、アメリカと対抗する組織をまとめるのが目的だったんですよ。しかしですね、ロシア侵攻には問題がありました。中国政府からするとですね、まあ、ロシアというのはですね、ロシアと西洋の戦いですよね、と認識しているんですよ。 西洋は西洋。一つですね。一つの組織ですので、ロシアと西洋の戦いですね。習近平はですね、最初はこれはチャンスですよねと思っていたんですよ。西洋側は今回の戦争でショックを受けて衰退するんですね。しかし、ロシアは負けているんですよ。本来は弱いウクライナのはずですが、西洋側の支持信を得てですね、ウクライナの方がものすごい強くて、 ロシアは最後失敗します。習近平はそれは思っているんですよ。なので、ロシアに対して、支援、支持しないではなくて、今は支援してもですね、ロシアはもう処理しませんと思っているんですよ。でも、ロシアはですね、負けるのということをですね、風景、習近平には見たくないんですよ。本当の気持ちはですね、支持したいんですね。しかし、ここで、自己自得のこともありですが、 習近平はチンピラ外交でやってきましたので、世界で孤立されて西洋に嫌われています。そして産業の移転とか、経済が衰退するとか、国内が不安定となってきました。この状態で習近平は認識してきました。西洋から制裁を受けたら中国は大変ですよねと。そして彼はいつも自慢しているのですが、中国スタイル、あるいは 中国発展の形式に対して自信というものがなくなってきました。つまり、今ロシアに援していくと、自分の発展ですね、終わってしまいます。西洋からの制裁を受けて、中国経済はすぐに終わります。中国スタイルに対して自信はあったんですが、でも実はですね、弱いんです。制裁されて、西洋との対抗はできないんですよ。 中国国内の経済、政治も不安定となってきました。ロシアに支持したいですが、でも怖いんです。最後ですね、わけのわからない平和案というものを出して終わりましたね。当時ですね、習近平は平和の使者として登場して、戦争をやめてねと調停しようとしました。今はですね、何も言わなくなってきました。 でもですね、アメリカと対抗するためですから、習近平は停戦して欲しくないのが本音なんですよ。戦争が続くと、長い、長ければ長い方がいいんですよ。アメリカと西洋はこれで弱くなってしまうんですね。ただし、ロシアに支持すると制裁されます。ここで、ロシアに対して民間用のものだけを支援しましょうとなったんですよ。 戦いをですね、続けてもらうことをやってるんですよ。つまり、習近平がですね、出した平和案というものは嘘なんですね。ただのスローガンでした。ロシアに支持しないわけではなくて、違う形で支持しています。習近平の本音は戦いを続けてほしいから、ゼレンスキー大統領の訪問の要請に無視しています。返答もしないですね。 と、我々はですね、そういう内容をまとめました。非常にですね、あの内部の人間ですので、こういう話がいてですね、私はそれを聞いて、やはり、まあ、大体私も前の動画でも話をしましたが、一致したかなというふうに思います。そして、現在ですね、ジャックマーさんは帰ってきました。アリババのジャックマーさんですね。そして、中国の海南ですね、この地域は特別区域にしました。 多この民営企業はですね、そこに誘致しています。多少ですね、違法してもいいですよと発表しました。そして、まあ a、Q、さんですね、台湾の,の元首脳でしたが、今は大陸に来て訪問中ですね。これでわかるのはですね、習近平は確かに立場を調整しています。あるいは間違った認識をですね、調整しています。あるいは彼はですね、 勉強になったとも言えます。勉強になったことはですね、一つ、中国発展のスタイルですね。二、東は上昇する。西側は沈む。東はですね、アジアの中国のことですね、東。西はですね、先進国のことですね。西側は沈んでいくんですよ、と。これからは中国の時代ですよ、という意味です。三、自分の実力を再評価しました。 でもですね、習近平の勉強はですね、あるいは彼の認識はですね、そういう期間ですね、あまりにも長いんですよね。7年、8年間ぐらいかかってきました。中国の経済と中国の国民を犠牲にしています。彼の勉強のコストですね、高いんですよ。でも中国人にとってもですね、今回も勉強になったでしょうかとも言えます。もしですね、普通の国、正常の国でしたら、 例えば日本もそうですが、たくさんのシンクタンクとかですね、専門家もそうですし、何々評論家もですね、たくさんいらっしゃいますので、みんな自由に発言できますので、メディアの放送もですね、自由ですので、もし中国も同じでしたら、彼はですね、もっと早い段階で気づくでしょう。ここまでですね、悲惨なところまでになることはなかったでしょうと思いました。そして我々会話の結果ですが、 習近平ですね、とプーチンさん、同盟国の関係ではないんですね。でも彼は違う形で支援、支持しています。そして習近平は台湾の元首脳に来てもらっているんですね。そして日本の林大臣さんに対しても高いレベルでの接待もしました。そしてジャクマンさんは帰ってきました。そしてこれからですね、インドへ 中国の国防長官の訪問とかですね、やはりありますので、そういった報道ですね、7度と見て、習近平は外交においては、やはり調整はしていると思います。特に彼は経済に力を入れて、経済を良くしたいという気持ちはですね、あると思います。でもですね、確かに変わってはいるんですが、この子で習近平は反省したとは、私はまだ、えー、そういう判断はできません。 これからですね、習近平が出してきた、そういう施策ですね、に注目したいと思います。ただですね、ロシア侵攻があって、台湾を統一するとか、あるいは台湾侵攻する可能性はですね、低くなったと私は思います。NATO 側はですね、少し支持しているだけで、ロシアはもう負けたんですよ。今までですね、アメリカの軍事研究所とか、シンクタンクですね、 兵役演習でタコさんの結果は出されています。例えば、米軍、日本の自衛第三、台湾軍、中国人民解放軍ですね。みんな戦っていましたと。ただしですね、一つのことは忘れていると私は思いますね。アメリカと西洋ですね。中国の政権をですね、習近平の政権を一瞬で終わらせることができるんですよ。このことはですね、 兵器演習ではやっていないんですよ。つまりですね、そこまで大規模の戦いにならない可能性が高いんですね。と私は思います。ロシアはですね、よく口にするんですが、核を使うぞとか言いますね。脅迫するんですよ。しかし、ナトカマは警告します。ウクライナで核を使ってしまうとですね、ロシアの政権を地球から消しますねと言います。 NATO にはですね、この力はあると思います。中国側もそれを見ているんですよ。もしですね、米軍、あるいは自衛隊さんに対して手を出すとですね、アメリカは NATO の一員なんですよ。NATO 側はですね、一瞬で来るんですよ、みんな。アメリカは NATO を連れて、中国の政権ですね、消すことが実にできるんですよ。例えば、中国の指導部のことを消してしまう可能性はあります。 理由はですね、先に中国は攻撃したからですね、そういう理由は十分です。アメリカ側の兵器演習では、台湾進をする同時に、日本にアメリカの、日本にある米軍の基地とかですね、もう攻撃されたりとか、自衛隊さんの基地も対象となっていたりとか、米軍の空母は沈没とか、一隻二隻とか、いろんな結果出るんですよ。結構ひどいんですね。 自民解放軍の力はですね、まあ、ずっとやはり中国政府は大金いっぱいお金ですね、長年投資してきたわけですから、レベルは,レベルはですね、確かに高くなってきました。でもですね、能力を上げたのはですね、本の一部、領域だけなんですよ。つまり限定されています。全面的レベルアップはできていません。自民解放軍はですね、 軍民融合っていうプロジェクトあるいは作戦で外国からのものを盗むんですよ。知識もそうですね。知的所有権もそうです。技術もそうです。ある領域においては突破はできました。でも全体的に変わっていません。例えば中国の製造業ですね。技術はすごいですよね。に見えるんですよ。一部の領域においては突破はですね、確かにできています。中国は大きいですから、 プラス世界の工場ですので、一瞬ですね、そのものは一つの産業にすることができるんですよ。例えばですね、LED ライトですね、突破できました。すぐに一つの産業となったんですよ。いろんな商品作るんですよ。例えばライトですね、ベッド用のライトとか、携帯式懐中電灯とかもそうですし、看板もそうですし、つまりですね、いろんなものを作っているから、 すごいように見えるんですが、数がですね、多いから。でもですね、あくまで LED という領域に限定されています。これはですね、中国の軍事力も同じであって、すごいように見えるんですが、でも全体的にですね、の力は変わりません。一番大事なのはですね、人民解放軍というのは政府を守る部隊なんですよ。国家、あるいは国民を守る部隊ではないんですね。 あの、新衛隊とも言えますし、大きなロシアのプーチンさんのですね、ワクナ、グループとも言えるんですよ。中国政府は実に怖がっていますので、敵はですね、外国というより、自分の国民に対してもすごい警戒しています。つまり、自民解放軍は充実ですね、ことが大事なんですよ。充実ですね。つまり、偉いさんの言うことを聞くことが大事ですね。 命令に従うことが大事ですね。今回というのは命令に従うことしかできないと実はですね、弱いんですよ。戦場にいるロシア軍の行動を見て、まあ十分証明できているでしょうかと思いますね。そしてウクライナ側ですね、少人数の行動できて、臨機応変できて、上司にはですね、最後に、最後最後で報告すればいいんですよ。あるいは後日に報告すればいいんですよ。 逆にですね、この体制は強いんですよ。でも、ロシア側は、臨機応変できません。そして、習近平とプーチン大統領ですね、同じ問題に遭いました。つまり、軍隊の腐敗ですね。これはですね、もの大変ですね。独裁政権の軍隊は、絶対に、腐ってしまうんですよ。原因はですね、独裁政権が腐ってしまうから、独裁政権を守る部隊も、 もっとでですすね、こたってしまうんですよ。例えばですね、ロシアの場合は倉庫にあるはずの防寒着ですね、なくなったりとか、戦線にいる兵士に対して提供するですね、部隊専用の食料であるんですよ。それがなくなって、でもアマゾンでは買えるんですよ。これはですね、2022年でしたけれども、3月、4月でしたが、当時はですね、中国ではゼロ感染者の影響があって、各都市ですね、 閉鎖だったんですよ。みんなアマゾンで買うんですよ。なので、結構高い金額で取引されましたね。当時は動画でも話をしたことある,あると思いますが、ロシア赤の軍ですね。あの、転売しましたね。転売しました。でもですね、自分の兵士の手元には届かないんですよ。前線に出る兵士たちはですね、寒い中で戦うんですよ。でも中国で売るんですよ。でおかしいんですよね。 実はですね、中国軍はですね、ロシア軍よりも小さっているんですよ。ロシア側は絶対上ですよ。なので、中国はですね、もっともっとたくさんのですね、備品ですね。燃料ですね、燃料。転売されています。例えばですね、これも私が、私の体験なんですが、えー、空軍ですね、空軍の、えー、そのヘリコプターに積んでいるですね、ライフジャケットがあるんですよ。 赤色のライフジャケットですね。オレンジ色だったかもしれませんが、ものすごい買いたくてもないんですよ。なので空軍の人間ですね。それが何とかしてですね、手に入りました。転売してましたね。あれはものすごい高値段で取引されているんですよ。買いたくてもできないんですね。でもそれがですね、手に入れて売れるんですよ。それがですね、商売なんですよ。みんなやってるんですよ。また、 解放軍の体制ですね。その作り、あるいは枠組みですね。ロシア軍の真似をしてきましたので、そして中国側の、まあ、軍の訓練の内容も同じなんですよ。あの、共同訓練しますので、そして人民解放軍の武器にしても、弾薬にしてもですね、ロシアから勝ったりしてるんですし、コピーもするんですよ。中国はですね、ずっとソ連軍を目指して改革してきましたので、 これはですね、ものすごい大変ですね、実は。そして、中政府も認めているんですが、ロシア軍の方が自分より強いですよね、と認めているんですよ。ロシア軍ですら、ここまでですから、自分はですね、もっと大変でしょう、と、習近平には分かっていると思います。まだ、アメリカは、ウクライナに対して、支援はしていますが、支援しているものはですね、実に調整されています。心配だと言えるんですが、 ウ、まあ、クライナ軍はですね、たくさん強いものですね、持ってしまうと、ロシアの本土に向けて発射してしまう可能性が大変いんですね。そうすると、台風なんですよ。戦場がですね、拡大してしまうんです。結果ですね、F16 戦闘機は供与していません。これからはわかりませんが、また台湾には F16V っていう最新型ですね、の戦闘機、実に売れていますので、 戦車もですね、前から台湾に撃っています。これからですね、アメリカの弾薬を台湾に保管するという計画がありますので、そして台湾側は持っている武器ですね、ウクフランより多いし、新しいし、強いだと言えると思います。習近平はウクフランのことを見ているわけですから、無理よねと分かっていたと、分かっていると思います。そして、 地理的に台湾と中国大陸ですね、の真ん中に台湾海峡っていう海があるんですよ。これはまた大変ですよ。中国の海軍はですね、強くないんですよ。そして習近平はいろんなものをですね、見てきているわけですから、習近平の行動を、最近の行動を見て、習近平は実に弱くなったというふうに思います。ただしですね、今後彼はどういうふうに施策を出すでしょうか 彼はですね、大体やるのはですね、弱い姿勢を見せるんですが、でもやることはですね、やっていくんですよ。彼は公衛兵ですからね。なので、今後ですね、習近平の施策を見ていきたいと思います。まだ皆さんに報告したと思います。この動画はここまでですと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。